今年は世界一狙ってます。そのために一日一日大事に稽古をしていきたい。土俵に上がる段に足かけた時、あ、こっからはもう一人だみたいに思う時はあります。一試合一試合で自分の 100% の力以上のものをどんどん、まあ、宗教的な理由で昔から女性は土俵に上がれなくて、女子相撲にはプロがありません。小学校の1年生の時に相撲を始めて、そこから3年生ぐらいまでは男子相手にしても負け知らずで、男子はプロ行きたいとか比較的簡単に将来と相撲を結びつけて考えることができてて、多分女子は小学校を卒業したら終わったりとか、女子が上がっちゃダメっていうルールは変えてってもいいのかなって思ってます。私たち女子相撲をやってる人がそれぞれに声を上げてジェンダーに対して戦ってくれる人も増えるんじゃないかなと思ってます。